こんにちは、ゆめです。今日はウォーロンの副船長の視線を超える杯やってみたいと思います。懐かしい友劉備から文が届いた。後金討伐の功により地方の権威に任せられたが妖魔の狼藉に手を焼いているということですね。おお、関羽と張飛、そして劉備、旗があと2本あるんですね。ここは何、どこだろう、張飛のいたとこかな。あ、ネズミ出てきた。めっちゃ出てくる。旗が、なんだろう、木、なんだろう、もう一本旗を、じゃあこっちで合ってるのかな。お、なんか出てきた、いっぱい。あ、旗ありますね。そう思って、こいつらを倒したら旗が。これを倒さないと旗がつかない。これで3つ目の旗も OK。 士気ランク18になった。じゃあいよいよもうボスじゃないのかな。急に出てくるかな。あ、出てきた。あ、ネズミ、まだいる。あ、なんかいる。猿。あれ？何？終わり？終わりじゃないのか。あれ？終わり？劉備いる。あれだけの妖魔を倒せたは、そなたの尽力あればこそ。この地にいつまで留まれるかは分からぬが、また会おう。そなたのことは忘れぬ。弱きを助け、強きをくじく、
お、カーンが喋る。これこそ義経の心意気。貴殿の牢、忘れませぬぞ。妖魔もとっちめたことだし、え、さっさと帰って、あれで終わりな。宴の準備をしねえとな。めっちゃあっさり終わっちゃった。どうやら終わりなんじゃないのこれ。今回はボスっぽいボスもいなくて、妖魔を倒しただけで終わってしまったんですが、しばらく劉備とか関羽、張飛は最初の方で別れたきりだったので、戦えて楽しかったです。またウォーロンの動画たくさん上げていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いします。見ていただいてありがとうございました。